こんにちは。月刊カモメ第3回目。3回目。なんと初ロケですよ。今回はユニークさんとガッツさんには、静岡県西部といえば、見てください後ろ。浜名湖。そう、浜名湖。そこでよりそこの地区を楽しんでもらうために、今日はこの浜名湖で遊んでもらいます。はい。題して、俺たち浜名湖丸ごと釣っちゃうぜ。そして、お二人方、釣りは初心者で、はい、そんなお二人のために今日ゲストを呼んでおります。こちらの方です、どうぞ。釣りの達人、はい、コミックさんです。よろしくお願いします。どうですかガッツさん、ガッツ質問なんかありますか。今日ちょっと風出てるんですけど、お魚さんいるのかなと。いや、もうやっぱりそこは腕次第だから。一つ言い忘れましたけども、今日米田さん欠席と。はい、はい、聞いております。聞いております。初欠席。残念。今日カラーの方もちょっとオレンジ、水色、赤っていう、ちょっといつもと違う感じになっておりますけども、もう一番喋れる人がいない。不安でいっぱいと。それでは今日も行っちゃいましょう。では、釣りをしていきたいのですが、その前に準備するものと、注意事項を、紹介していきたいと思います。まず一つ目、竿。はい。はい。二つ目、餌。三つ目、日差し対策。四つ目、熱中症対策。五つ目、やる気釣る気。注意事項もございます。ゴミは持ち帰りましょう。もう一つ、騒ぎすぎない。もう一つ、他の釣り人とは仲良くしましょう。それではじゃあ釣り始めちゃいたいと思います。ただ釣るのは面白くないので、釣れた魚によってはポイント制で、対決していこうじゃないかと思います。それでは釣りスタート。ガッツさん、はい、どうですか。いや、今日コンディション悪いね。コンディションが悪い、でもやっぱ釣り人としては最高のプレーを見せたいです。最高の釣りを。もうプレイヤーですね。そうですね、まあプレイヤーです。おお、釣れてる。変な釣れてる。マジで釣れてる。マジで。おっさん、ほら、何これ。釣れてる。ダメ、釣れてる。ダメ、何これ。釣れてる。釣れてる。マジで釣れてる。何これ。釣れてる。やっぱりハゼですね。ハゼ。はい、はい、ガッツさん、ハゼ獲得。1ポイントゲット。やっほー。なにそれ、強くね。達人、どれ。ハゼの子供ですね、小さいですね。これハゼ。これハゼですよ。ユニークさん、ガッツさん、一投目で釣ります。そうそう、ものの 2,3 分で一匹釣っちゃいましたけども、釣りますかね。悔しいですね。追いつきますか。釣れてる。釣れてる。ユニークさん。釣れてる。どう。釣れてる。小さい。はい、ユニークさん1ポイントゲット。いやー、釣れますね。もう一投投げただけですよ今。一投。次マグロ狙います。マグロ狙っちゃうじゃん。マグロ。
出だしさんもう最高ですね。いやね、やっぱね、コンディション悪い中でもやっぱ最高のプレーしましたね。いいプレーした。いいプレーだった。最後あの釣れた後踊ってたダンスあれなんでしょう。あれカズダンス。カズダンスですか。やってやりましたね。やっぱ最高のプレーに。最高のプレーに。最高のカズダンス。まだ続きたいですね。また後半戦も。ガハッということはということはポイント、おめでとう。皆さん言い忘れましたけども、制限時間30分でお願いします。ガッツさんが今2ポイント、ユニークさんが1ポイントで、達人が0と。カニ釣った。スタッフがカニ釣った。すごい。はい、スタッフカニ2ポイント。おお。見てー、られたカニ、カニが釣れました。釣れた。はい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 。達人が釣れません。悲しいです。達人釣れず。はい、ユニークさん。魚が触れない。魚が触れない。ユニークさん3ポイントもゲット。多いでしょこの絵は。いらんでしょ。釣れてないんだから。どこがいらんだよ。はい、残り時間あと5秒。終了。はい、結果発表。いやー、まずガッツさん、2ポイント、ユニークさん3ポイント、達人が、0ポイント。はい。釣りは楽しいと。楽しい楽しい。はい、釣れない日があるからこそ釣れただけの楽しさっていうのがあるわけだから。そうですね。実際こう浜名湖で遊ぶっていうのはどうですか？最高ですね。最高。最高で。浜名湖にガッツさん、浜名湖に向かって一言どうですか？ありがとう。じゃあユニークさん、次第4回目に行きたいと思いますんで、はい、次も楽しんで行きましょう。はい、いやー、ありがとうございました。